今日最初からちゃんと見てるにゃんよ。あ、本当だ、よかった今日も ね来てくださってありがとうございました。明日迎えに行くために今日はせっせと仕事してきました。ありがとうございます。お仕事だった方もお疲れ様です。トーク会、越し会、楽しかったです。楽しかったです。本当にたくさん内容ありがとうございました。しかもそうですね、今日から始まったあの美術展の、26周年の文化人芸能人の多彩な美術展さんのね、そう出展が今日からだったんですけど、初日から行ってくださった方も多くてすごく嬉しいです。でね、直接ね感想もお聞きできたりしてとても嬉しくて、皆さんでもあれに見えるっていう方がやっぱ多かったですねはい、今日どうかありがとうね。こちらこそです。ありがとうございます。一人部屋ですね。はい、ご飯食べました。夜ご飯もケータリングいただいて、夜はヒロなんかチキンみたいなメールで送らせてもらったんですけど、響いてる感じがします。ちょっとあんまり張らない方がいいかな。夜は牛肉みたいな感じでしたね美味しかったです。チア可愛い、嬉しい。今日はハートレスキューワンピとチアガールでした。はい、ハートレスキューワンピはアメールに全身写真送らせてもらったんですけど、まだ届いてないかな、届いたかな。ああいうなんか結構ブリブリの可愛らしい感じでしたチアガールさんって応援してくれるはずなのに今日はずっと怒られてたのはなんで？ずっとですか？ずっとでしたか？そう気になってたので言っちゃいましたね、すいません。前に来てくださって本当に嬉しかったです。スマホの手持ちは、そうですね、そうだからすいません、あの 動きますよね、ブレるので申し訳ないです。疲れかい、今日はよくのことだけを思いながら仕事してたんやよ。本当ですか？よくにゃんの、本当によくにゃんのことだけですか嬉しいですね。ハートレスキューは何歳ですか？なんかナースの要素もあるし、メイドさんみたいな要素もある服だなって思いました。はい、今日はたくさん話せて楽しかったよ。明日仕事なんでごめんね。あ、ねえ、おっしゃってましたもんね。でもそう、お話いっぱいできて嬉しかったですよね。愛がね深まったなと思うのでとても嬉しいですこんばんは、ね、ありがとうございました。皆さん無事にお家に着かれていますかあ、今から行きんですね。愛知ではいっぱいからね。あ、ありがとうございます、嬉しい。夜勤もね大変ですが応援してます。こんばんは。明日横山だけに会いに行くにゃんよ。本当ですか？本当ですか？本当ですかね嬉しい。明日は浴衣を着させていただきます。明日お昼からいけるのでよろしくお願いしますね。お、嬉しい。着付けもいい感じにできるように頑張ります
楽しかったよ。私も楽しかったです。ありがとうございます。本業？本業ってなんだろう。あ、カメラですか。明日早起きだ。あの寝坊しないように願ってますなかなか会いに行けなくて申し訳ない。次のね、骨格心拍数の、 あの骨格司会とかも開催していただきまして、現地が厳しいっていう方もね、オンライントーク会の開催も、あの私はしかも2日間やらせていただけるのでお会いできたらいいなって思います。はい、新幹線にギリ間に合って会えましたね。え、お仕事終わりですよね。急いで来てくださってありがとうございます。本当に一人やつが最高だね。そうですね、一人はやっぱちょっと寂しいですけど、いつもお母さんがいてくれてるのでね。え、こんばんは。ありがとうございました。こちらこそです。嬉しかったです。嬉しいです。仕事前にね、会えて歌えるの楽しみにしてます。ホイコールセット美味しそう。そうですね、一人ですね。夜ご飯は豚丼作って食べたよ。ね、結構ね料理されてますよね。ね、美味しかったですか。お疲れ様でした。あら、届いてないですか。あら、今日遅めですね。この後届くので楽しみにしていてくださいしたいに行きますね。お、嬉しい。公演ぶりですかね。ね、嬉しい、ありがとうございます。ポンポンは、やっぱなんかあの水色とピンク色をね買ったんですけど、その水色がちょっと青に見えるっていう意見も多かったんですけれども確かに青だなっていう風に私も思ってしまったんですけれどもピンクと水色だったんですよ。でその青はそういい感じ、青って言っちゃったよ水色はあの結構いい感じにこうボリュームが出るんですけど、やっぱピンクの方があのなんですかね、ちょっと綺麗になんかちょっと元気がなくて綺麗な形にならなかったんですが、そうなんです。難しかった。楽しかったですか。え、嬉しい、ありがとうございました。そう、チアガールでしたね。いつもと感じが違う。歌っぽいですか。でもまだメイク取ってないのとホテルの照明じゃないですかね。この光ボワーンと淡い感じに なっているのは。よろしく、ありがとうございました。次回作も個別買います。嬉しい、ありがとうございますね。昨日も行くよって言ってくださってて嬉しかったです。だけとかしかとか言う人怪しい。そうですね帰りの新幹線の中で、あ、ありがとうございました。美術展もね見に行ってくださって、美術展
ね、結構行ってくださってて嬉しいです。本当にありがとうございます。明日夜勤明けで行きます。嬉しい。大変ですね。ねえ、ねえ、ほぼだってあんま寝られない状態で来てくださるということなので本当に気をつけてお越しください。うん、チアダンス踊らされたりしたの？チアダンスじゃないんですけど、あの応援フレーフレーってフレーフレーだっけ、あのエール応援をさせていただきました。ポンポン持って、はい、こんばんちゃんも今日も可愛かったよ。本当ですか、本当ですか。いっぱいお話しして皆さんのこともね、あの知れるの本当に嬉しいなって思います。今日も明日も仕事、あーですか、お仕事も大変だと思うんですけど応援してます。あのまたね、会えるの楽しみにしてますね。お疲れちゃん、1年ぶりの話楽しかったわ。私も会えて嬉しかったです。あの、うん、とっても嬉しかったですし、そう1年ぶりとか4年ぶりの方もいらっしゃったりしてね、ありがたいなって思いますね。今日は固めば多そうだったね。そう、今日は今日多かったですね。私は明日なんですけれども、そう、写真で楽しい時間ありがとうございました。こちらこそです、ありがとうございました。あ、でも今年は少なかったです。着付けのお手伝いさせてもらったのは、前村さんはいつからさせてもらって、あとるーちゃんの帯手伝ったぐらいで。そうなんですよ、ちかかさんも頼んでくださったんですけど、あの部がね、そう違くて間に合わなかったんですよ。そうだからできなかったんですけど、なんか浴衣に着るとき使う紐をあの欲しいっていうことだったのでお貸ししました。朝は何配信だろう、ちょっとまた連絡します。朝配信じゃないかもしれません、もしかしたら。ちょっと明るい声が枯れているので明日は優しくしてください。大丈夫ですか。そうなんですね、無理しないでください。それ久しぶりにフォトグラファーになりました。おお、うん、楽しかったですか。役員大好きやつ受け止めました。受け止めてくださったですね、嬉しい。愛が深まったかな、嬉しいです。新しいにアンティアガリアン買いすぎてニヤニヤが止まらなかった。どっちが良かったですか。なんだろう、下準備何作りしてくるんだろう、なんだろう、冷やしちゃんぽん、美味しそう、いいな。いいですね。忙しくできなくてごめんやん。仕方ないです。で次もね、あの新曲がね、ありがたいことにリリースさせていただけて、決まってるので皆さんと会える日程が、会えるの、会いたいな、会いたいですね、はい。ご飯、あ、ご飯の方が多い、遅めですね皆さん、遅めだ。ご飯大好きです、本当。公園ね、最善でしたね、この前。おめでとうにゃん。
ショールームさん、そっか、もうちょっとしたら届くかな。じゃあこんばんは、ここに会いたい。え、明日会いますか会いますか明日。こんばんは、出た、またあみちゃん、よこにゃんじゃない、ない、ないんかいっていうよこにゃんじゃないんかい。ぶちくんも頑張るかしました。いや、ダメです。ちゃんとね、止まってくださいね。はい、タクチュー、気をつけてね。よこにゃんも大好きですよ正直に。嬉しい、もう大好きでいてください。めっちゃ可愛い、嬉しい。よくの回想を語る会開催中です。聞きたいですねすごく聞きたいです。チャイフルポンポンはサイレムから意識だったの？そうなんです。なんか普通にピンクと水色がもあったんですけど、なんか銀色が入ってる方がおしゃれかなと思って銀色入りのポンポンにしたんですけど、でもなんかピンクと水色があんまりピンクと水色に見えなくてはい、ちょっとそこがあれですね、反省点ですね。やめない時間だったよ。本当ですか、嬉しいです。私もいっぱい皆さんから元気いただいてありがとうございます。選抜ね、おめでとうっていう声も皆さんのおかげなのに、いつもそう言ってくださるので本当にありがとうございます。フラちゃんとか応援されたら無限に頑張れちゃうわ。本当ですかやだどれだけ僕が可愛いかで盛り上がってますよ。気になります、聞きたい。こんばんは、すが来たから入ってるのかな。トイゴールミーさんですね、見てみます。握手会の前で秋葉原でエビのお寿司のプラモデル買いました。エビのお寿司のプラモデルもあるんですね。お米ちっちゃいんですか、どんな感じなんだろう。いろいろありますね。1846日連続もありがとうございます。ピカチュア可愛かった、可愛かったよ。チア派でしたか。明日かしあさて大崎に行くにゃ、嬉しい。美術展ですね、ありがとうございます。12日までで意外とね短いので、でもその期間でも行ってくださるね、本当に感謝です、ありがとうございます。羨ましい限り。またでもね、オフショットもアップできるようにインスタ参加にもねあげたいなと思ってるので頑張ります。遅くなるかもしれないけれどもこんばんは、どうか可愛いチア姿見てたよ。なんで遠くからなのかな違う連に並ばれてる姿を見ましたサックだった気がしますね。会いたい、大好き、会えますか今日グランブルーの T シャツで行きました。あ、ちゃんとサイレムカラー意識してくださってたんですね、嬉しい、ありがとうございます。
次はピンクかな。お疲れ様でした。皆さんありがとうございます。で、いっぱい会いに来て楽しかった。私もすごくね、いっぱいお話できて嬉しかったです。劇場とかで待ってくださってた川谷のデコってくださったうちわを近くで見れて、はい、それも嬉しかったです。恥ずかしくてちゃんと思い伝えられなかったな。そうなんですね。リベンジですね。今日一日ありがとう。こちらこそです。本当にありがとうございます。今の時点で好きな好きな曲は難しいですね。でも普通にやっぱ報道に前のめりとかいいなって思いますし、なんだろう、シングル、でも強き者よとかもなんかいいなと思いますね。いや歌詞が刺さる。でもいっぱいあるからね、ちょっと難しいですね。いっぱいあるからな。あ、そうですね、ビブスつけてきてくださる方も多くて嬉しかったです。あ、あいつさんに来てくださいます、嬉しい、楽しみにしてます。気が来なくてごめんね。あ、大丈夫、会えますか、また仕事から帰ってきました。エプニアお疲れ様。あ、お仕事お疲れ様です。お疲れにゃん、頑張りました。今日もどうも待って、 B のメーカーですか。なんだっけな、ちょっとメールでじゃあまた送ろうかな。ケシカニッシュの可愛さにトークがストップしたにゃん。本当ですか。今日も完全にコスプレでしたね。コスプレデーでした。明日はでも浴衣なので、髪飾りが一個は多分いけると思うんですけど、もう一個のやつのがですね、ちょっとうまくできるかがちょっと今ちょっと不安なんですが、頑張ります。可愛くて楽しめます、嬉しい、ありがとうにゃん。お会いしてもらったので明日からも仕事頑張れそう。嬉しい。もちもちね、もちもち頑張っていきましょう。ヨコニャンもでもね言ってくださってるので嬉しいです。明日放送したら星3つドリンク飲んでさらに気合い入れていきます。お、元気出ますもんね。なんか本当に栄養ドリンク的な感じだからね、元気出ますよね。米粒ね、そしたら結構な時間かかりそうですね。セイの魅力を探りに行くよ。あ、また行ってくださるんですね、嬉しい、ありがとうございます。確かに可愛いも嬉しいやんこ。今日早く、そうですね、配信が終わったらお風呂に入って入ります。はい。こんばんは。少し会いたい、待ってますよ。お待ちしてるにゃんこ。寿司プロモは米粒は一粒ずつです。あ、そうなんですね。じゃあ素組みだけでも結構大変ですね。あのポンポン、あ、あのポンポン今日ねお会いできなかった。
今日のポンポンは手作りじゃない、ちゃんと通販で調べて買って買いました。はい、今一番お話で楽しいのはよくやんかも。え、本当ですか。メピーン、こんばんは、トークお疲れ様でした。うん、ありがとうございます。今日の仕事だったかな。お疲れ様です。早くまた会いたいにゃん。私もですよ。今名古屋にはあの、トソブスはないですね。あの実家にお父さんのもうガンプラ部屋みたいなのがあるんですけどとかにあって、塗装するときはなんか持ってきてくれる感じですね。あ、最後の、あ、その最後の勇者ですね。なるほど、そういうことか。晩ご飯はケータリングでなんか牛肉みたいな、牛肉いっぱいでした。はい、リアクションが顔芸ですか。ほら、入る前の配信珍しい。そうですね、ホテルの時とかの方が多いですね。トスガンプラ部屋超気になる。ゾミプラさんいっぱいです。エクさん写真見ました、可愛かったです。本当ですか。今日はハートレスキューワンピとチアガールニャンでした。お、2060人の方もありがとうございます。今日もそうですね、ちょっと短めなんですけど、いっぱい感想もお聞きできて、お会いできなかった方もね、あの来てく配信見に来てくださって、ね、お仕事でもね応援してくれてありがとうございます。本当にインスタさんにおっしゃって頑張ってあげたいと思うんですけど、遅くなっちゃいそうです。すいません、違う時にまた見てみてください。メールのはもう届いてるかな。ワクワクして寝れない、でも睡眠大事なのでほどほどのワクワクでね。では明日は愛いっぱい待ってます。先生倒しましょうね。そうですね、あ、合言葉ですか。LOPE で今日、また明日、嬉しい。では発動はゆっくり休みます。ありがとうございます。発動はどうしようかな。あ、メール来ましたか。あ、よかった、届いた。よかったです。また出来事は、なんだろう。スマホをレーンのとこに一回置き忘れちゃったことですかね。でもその次も私のレーンだったから何の問題もなかったんですけど、一回スマホがなくなったと思って焦りました。どうしましょう。で、今日はチアガールの時にいっぱいやったあれと、あ、明日来てくださいます、嬉しい、ありがとうございます。お仕事お疲れ様です。心配数は上がるけどね。嬉しい。
今探しまったことあるの？探してました。だからその時、はい、今日はね、アミちゃんに撮ってもらいましたよ。そう、雰囲気が違う。場所はホテルだからかな。あそうか、厳しいやんこ。明日も、あ、嬉しい、お待ちしてます。では、じゃあ行きます。よこにゃービーム、わーからのー L O B E ラブです、ラブこれをね、今日チアガールの時ポンポン持っていっぱいやりました、皆さんに。L-O-V-E ラブでーす合ってるからのーピンクできたかな。注入、あ、注入、うむきやってました。お、天才です。よかった2339の方もありがとうございます。まとめに入ります。いや本当にちゃんと私のあれですか、サックの可愛さを語ってないですか、大丈夫ですかサックも可愛いです、もちろん可愛いのでわかるんですけれども、何度も語ってほしいですね皆さん、明日も同じ部ですね。35789分かりましたんで、2日目もでね、もういよいよ明日で愛のホログラムの東海握手会特典会館終わっちゃうので、はい、明日も思いっきり楽しみましょう。会えない方もね、あの、また浴衣のちゃんとおショット撮れるように頑張ります。ありがとうございました。その配信は夜かもです、はい。392の方もありがとうございました。ゆっくり休んでね、シャチハコからのおやすみ、こにゃん、片手だからなんか変だ夢で悩ますように、皆さんもゆっくり休んでね、ありがとうございました。またね。あ、わかりました。今度聞きます。ありがとにゃー。